どうも皆さんこんばんは、ありがとうございます。もうね、先ほどツイッターでね、もう声出なくなったんで病院行ってきますって言ったんですけども、病院ってのは間違いなくでかい声出さないでくださいって言われるんで、その宣告を受ける前に最後に動画撮ってやろうってことで動画回してます。いきます。今日はですね、何使ってるかと言いますと、間違いなくこいつなんですよね。マチュイジー嬉しい。マチュイジーが来たからには俺も実況やめるわけにはいかんだろうがい。お前の男気勝ったね、マチュイジー。これ言ったろ。よーし、オッケー。マチュイジー、そこちゃん。94度かな、意外と。てか、俺なんか毎回、あって言わない。小林製薬みたいな。でも180センチ。意外と身長は俺の5センチ上か。ここで令和チャンネル見張り !175センチぐらいだということが判明、探してください。東京都内175センチの男。なんかね、ほんと、ゾウニを見てる気分と同じ気分になれると思っている、俺は。で、薄いパスとかもできて、あ、うちのセンターミッドフィールダーやなと思っとったら、この辺。見てよ、これ。言ったよ、俺はさっき。ジャッカル桑原だっつって。でも、キム・イスジ・ブザーとジャッカル・クワバラがセックスして生まれたがフレーズ・マチュイディです。それはこのスタミナ99が物語ってますね。で、その上、ワンタッチパス持っとって、バックスピンローも持ってるんですわ。チェーシングも持ってるんですわ。インターセプトも持ってるんですわ。パスも上手いですわ。えぐいやろ。半端なくらい誕生日とクリスマス正月が一気に来たみたいな。いや、あまりの幸せでテクノブレイクもあったなしですけども、早速使っていきましょうか。ダーンというわけですね。こんな感じでフェルナンド・サンデスの普通のスカットネイヤー、マテウィディぶっ込んでやっていきたいと思います。これ盤石の藤絶対負ける気がしないというところで、チューバー見てください。めちゃめちゃ演技悪い。で、逆にこの死の呪いはさ、どっちに振りかかるかに問題料理や。振りかけられるのか、振りかけるものなのか。果たしてどっちなのか。ここでしっかりと白黒はっきりつけさせてもらいましょう。なあ、マチュイティ。お、危ないセーフ。弱いねー。お前が俺に勝てるわけねえだろうが。おい、このウソップが。さっさっさ、マチュイティはどんな感じ。お、ちょっといいポジション取ってるな。若干高め。出しちゃおう、マチュイティ出して。出せる。待って、いた。え、待って、いた。いた、いた、マジいた。うわ、マジいた。置いてー。待って。マチュイディ、あ、マチュイディ使おうぜ、おい。なんでコラミやめさせたんだよ。なんでそのマチュイディスーパーキャンセル。これ視点切り替えてさ、この距離からじゃ無理だろってコナミが勝手に決めつけてるわけじゃん。その常識をぶち破る。マチュイディはその力があるぞー。無理でしたー。あー、これクリオラでしょ。分かってる分かってる。お前みたいな雑魚のやることは大体分かってる。大体見当がつくわ。大体見当はついてたからな。知っとったし、そうなること分かった上で点取れたけ絶対イライラしてないし。ブジョル、あ、これマティで使いたいけど使えない。ならばアンディーコール使いましょう。それでメッシ、ルンメリゲ、ルンメリゲに出せよチビコラ。殴るぞ。いや、いける、いける、いける。ちょっと待って、最近こいつ早すぎる。ちょっと危な。メッシ使って、あ、マティ立て、いいバスで、ふっ、あーっ、やり方わからん。はい、やだー、やばいぞ。はい、アイスパイベイベイアンディコルベイ、はい、アンディコルベイルンメリゲア、あ、ペイベイベイペイベイベイペイベイ。やりたかっただけでした、すいません。マトゥイディ、何があった。言わなくてわかる。お前の動きははっきり言ってパッとしねえ、思わずさっさっとしねえと言いたくなるくらいだ。すいません、俺には相棒がいるんです。その相棒がいないと、こう、うまくサッカーできないというか。そうか。マテウディ。バカ野郎が！それならもっと早く言わねえか！俺に遠慮なんてしてんじゃねえよ！そう思って今日は連れてきたんだ！出てこい！モンスター登場！アドリアン・ラビオー！ラビオが来ました。ここにラビオが来ることによってマテウィディの力は最大限発揮されるというわけですね。さあ行きましょう、ラビオ先輩。ラッハラビオ、落ち着いていこう。ここは冷静に行こう。まずは一本だ、先導みたいなこと言おう。マテウィディ、いいパス、あー、いいパスだね。メッシ、落ち着け、ここで、そうで、ルン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 、そうだ、そうだ、それでいい、それでいいんだ、ビエラ。その強さが大事だ。マテウィディ、ワンツーだ。あー、パスずれてる。ちょ、ゲンちゃん、ゲンちゃん、もう一回来たよ。次、ゲンちゃん、出してね。うー、残しやった、俺が見てた。ゲンちゃん、もう一回来たよ。次、ゲンちゃん、出してね。うー、敵いる、危ない。はい。アンディコール、アンディコール。ルメニゲ、イカ作業。メッシ。そう、マテウィディ行ってる。マテウィディ、ここだ。いいパスじゃねえか、やるじゃねえか、マテウィディ。お前のパスのおかげで、点が入るはずだったけど、チビのせいです、全部。
はい、オッケーでーす。お前が点取れたのたまたま、たまたまなんだ。ちょっとボールが持ちなくなったからすぐに怒り出す、まさに弱者の愚行だ。甘いんだ、君のラッキーパンチは二度は通じん、二度通じないからラッキーパンチなのだ。ビエラってことでラビオ入ってねえじゃん。ちょっと待って、今気づいた、ラビオいねえ。だがしかしそのおかげで点が入りまーす。あ、点が入り、点が入り、点がです、しこりたい。わあ、待てて、いや出せるか、さすがに出せた、すごい。ああ、やっちゃった。うー、ルンメニケからのハンディコールが来たー。よーし、これが強者だ。シナリオ通りってわけや。ハンディコールスターわけー。ふうくらいで、いやーエッチー、のび太さんのエッチー。今までね、フェルナンド・サントス使うときはだいたい片割り DMF にしてたんですけど、今回はダブルセンターミッドフィールダーで、ラビオ&マトゥイディ、完璧だ。あの麻薬吸い込んでふわりと浮かぶんだ。お、1224円、なかなかいい戦いができるんじゃないでしょうか。アドリアン・ラビオ、マトゥイディ、出陣じゃ。やだ、まだだ、アドリアン・ラビオ。もうアドリアン・ラビオとかいう整理マン、ほんと許さん。ビエラ、そう、ここで盾が開く。メッシ、この盾のと攻撃を使ってマトゥイディがフリーだ。マトゥイディ、これパスを出す。メッシが走ってきてる。このメッシであとは合わせるのみ。よーし、完璧だ。そうだな、で、マトゥイディつけたい、どうしても。こらマトゥイディ、いいとこ見てんぜ。誰か決めてやれ。ビエラ、そう、ここメッシワンタッチ、そう。うわー、ビエラやっちゃった。メッシなのにおっしゃらず、ビエラよかった。肉塊ビエラ、待って、マトゥイディにしてほしいこと全部ビエラがやってる。ビエラが飛ぶ。はい、飛べるビエラは。いや、すごい。めっちゃいいパス。今まで見た、ゲンドゥジのパスだから一番いいパス出た。甘い。だからこういうカウンター苦手じゃろ。苦手なんじゃろ、こういうカウンター。折り返すとこいつ！でやー！ゲンドゥジ！皆さん紹介しておくれました。マトゥイディの本領は後半にあります。なぜかって。その無尽蔵のスタミナがゆえだ。これ絶対立てくるから。100%、 犬に刺さるみたいな。 100%、 盾 100%。 よし、取った、取ってよ。なんで、なんでデータは揃ってるんだ。おい、アンディコール、そう、しゃ、出せる。ズワー、そのまま向こう側へ。プラスウルトラしたボールが。待て、これは行くしかねえだろ。マティーディ、お前が今まで誰も予想しなかったことやれ。そう、これからなのに。早いよコナミ、お前そんな打ち切り早っ。ジャンプか、お前。俺の理想の活躍具合が10やとすると、マティーディのね、今3ぐらいだから残りの7、この試合で見せてくんねえかな。マティーディ、何お前ら、どっちかしか勝つのできねえのか、お前らは。なんだよ、与野党なの、お前らは。それでも俺は抵抗するで、マティーディでな。ウビアナイス、マティーディナイス、クマ出せる。あ、いいね。なんか、お前、調子悪い方がいいな。はい、4番だし。アンディコール、ウェイヤー！はい、オッケー、ビエラ。あ、待って、ラビオめっちゃ動き。あ、ラビオめっちゃ使えず。あ、待って、ラビオゲートこれ。あ、待って、ラビオめっちゃ使えず。あ、ラビオめっちゃ使えず。待って、待って、ちょ、待って、待って、待って、落ち着け。ラビオめっちゃ使えず！ラビオだった！令和に必要なのはマテューではなく、ラビオだった！ちょっと、ラビオ使って。ラビオ中毒。あ、うまい。よしよし。ラビオ。ラビオ、あー、いいパスだわ。めっちゃいいパスするわ。アディコールドー、うますぎるんだが。待って、ラビオ使いたい。待って、ラビオに、ラビオフィニス。うまい。あ、そう、ルーベニアス、ごめんなさい。ラビオ来た、ラビオのドリブルのターン。楽しい、ラビオが楽しい、ラビオが楽しすぎる。あ、ルーベニアス、ダメ、おつけ。あー、もったいない。でも決めちゃうもん、無理だった。ラビオ、ここだー、惜しい。マティーニが来る、マティーニ、今だ。いけ、マティーディ、お前の凄さ見せてやれ。お前、ラビオには負けてねえとこ見せろー。うわービエラドーン。早く上受けや。早く上、ちょ、息が出てる。生殺しやめて。めっちゃ人食らってる。あ、マティーディ、いや、そこ取らないと。あなた、ディフェンス、はい、そう、マティーディ、初めて見れた。今までずっと見たかったマティーディ、やっと見れた。ほら、おいでよ。ほら、おいでよ。ほや、おいでよ、ネイマールの森。おいでよ、ネイマールの森。来たね。おいでなすって、ようこそ。おもてなししますね。うまい。待て、これはマティーディだ。マティーディ、来てくれ。マティーディ。よし。で、これはスピード乗っていこう。はい。マティーディ。ここだー！うまい、マティーディ！よかった。インザ、こっち向いて、ギューン。
まっちゃん、まっちゃん、まっちゃん、上司。やばい、これ裏来るぞ。さすがに裏来るぞ。さすがに来るぞ。さすがに来るわ、それは。マジで、立て出せ！このパス次第！よく通した！ずーっと任せろ、インザキに！あとはインザキ兄さんに全て任せなさい！助けて！よーせ！一緒！まあ、今回、マチュディとラビを当たって、めっちゃ嬉しかった。まあ、実際使ってみて本当に思ったことがあって、それは、ラビオだけで OK！ 今のこの声だったらなんか本田圭佑の真似できそうな気がする。おちんぽですね！本田圭佑さん、男性の股間に生えてるものは何ですか？おちんぽですね！